松村北斗、ストーンズが、深海誠が手がけた劇場アニメーション、秒速5センチメートルを原作とした実写映画の主演を務める。劇場アニメーション、秒速5センチメートルは2007年に劇場公開された作品。深海ワールドの原点との呼び声が高く、公開から17年以上経った今もなお世界中で愛されている。 なお深海の手がけたアニメーション作品が実写映画化するのはこれが初めて。同作の実写化について、深海は今の自分には決して作れないでしょうし、再現もできませんと述べつつ。ですから、奥山監督をはじめとした若く熱心なチームが再び、秒速もセンチメートルに向き合ってくれていることに、私はとても興奮しています。どうか皆さんの今でしか作れない映画にしてください。 誰よりも完成を心待ちに応援していますと語っている昨年公開された新海の監督作「雀の戸締まり」ではオーディションを経てメインキャラクターの宗像颯太役を演じた松村彼は僕自身何度も見返してきた作品だからこそ重責を日々感じていますこの原作はたくさんの方の人生に深い影響を与えてきました ファンの皆さんはそれぞれの解釈と世界を持っていて、僕もその一人です。そんな作品の実写化に未熟な僕が参加するのかと一歩踏み出せないでいました。しかし、奥山監督をはじめとする制作人の原作への憧れと愛、そして、新海さんから言っていただいた、北斗くんで見たいですねというお言葉がこのチームで挑戦する理由をくれましたと率直な心境を語っている。 そんな松村について、新海は、最も信頼する俳優である松村北斗くんに主演を務めてもらえることにも、人生の不思議さを感じますとコメントしている。なお松村にとって、本作は初の単独主演映画となる。実写映画の監督は、ポカリスエットの CM 映像や米津剣士、関連キックバックのミュージックビデオを手掛けたことでも知られる、気鋭の写真家兼映像監督。 奥山義之が担当。脚本は鈴木文子が手掛ける、コメント資格松村北斗、主演、東野高木役、僕自身、何度も見返してきた作品だからこそ、重責を日々感じています。この原作はたくさんの方の人生に深い影響を与えてきました。ファンの皆さんはそれぞれの解釈と世界を持っていて、僕もその一人です。 そんな作品の実写化に未熟な僕が参加するのかと一歩踏み出せないでいました。しかし、奥山監督をはじめとする制作人の原作への憧れと愛。そして、新海さんから言っていただいた、北斗くんで見たいですね。というお言葉がこのチームで挑戦する理由をくれました。秒速5センチメートルに影響を受けて憧れてきたものが集まったチームで作る今回の作品。原作チーム。 ファンの方への敬意を胸に挑ませていただきます。視覚深海誠、原作者、私が20年近く前に監督したアニメーション映画、秒速5センチメートルは、とても未熟で未完成な作品でした。しかしその未完成さゆえに、今でも長く愛し続けてもらえている作品でもあります。初期衝動、日への憧れと恐れだけをただぶつけたあのような映画は、 今の自分には決して作れないでしょうし、再現もできません。ですから、奥山監督をはじめとした若く熱心なチームが再び、秒速5センチメートルに向き合ってくれていることに、私はとても興奮しています。最も信頼する俳優である松村北斗くんに主演を務めてもらえることにも、人生の不思議さを感じます。どうか、皆さんの今でしか作れない映画にしてください。 誰よりも歓声を心待ちに応援しています。四角奥山義行監督、新海誠さんが当時33歳の時に紡ぎ上げていた物語を、今33歳の僕が撮らせていただくことに、ただの数字とはいえ大切な巡り合わせを感じております。今しか作れないものがあるということ、いずれは忘れてしまう眼差しがあるということに気づかされながら、 秒速5センチメートルと向き合っている日々です。どことない喪失感、焦燥感を抱える高木の背中に、ぬくもりある手を添えるようにして、心から信頼するチームの皆さんと共に、一シーン一シーン、一秒一秒を丁寧に、切実さと誠実さを持って、真摯に取り重ねたいと思います。僕の中に残る、センチメンタルをこの作品に全て置いていきますので、どうかご期待ください。 鈴木文子、脚本、新海誠監督の、秒速5センチメートルを初めて見たのは20代の頃でした。チームの中には中学生や高校生で見たという方も多く、どの地点でこの作品と出会ったかによって違う切実さを感じる深遠な原作を前に、喜びと緊張を持って向き合わせていただきました。人と人が近づいたり離れたりする巡り合わせのことを、 とても真摯な奥山監督や信頼するスタッフ誠実なキャストの皆さんとたくさんの対話を重ねその時間の全てを脚本に込めました多くの方々の今に届くことを願っております四角玉井宏正プロデューサー世界中で愛されている不朽の名作を実写化するという無謀な挑戦を受け入れてくださったばかりでなく 言葉を尽くしてのご助言をはじめ本プロジェクトを支えてくださっている深海星様、コミックスウェーブフィルムの皆様に感謝申し上げます。映像監督、写真家としてフロントランナーである奥山義之監督、松村北斗さんと共演者の皆様、脚本、映像、音、デザイン、それぞれの専門領域において並外れた才能と技術、 そして研ぎ澄まされた感性と美意識を持った方々が集結しています。公開までの続報も楽しみにしていただけたら幸いです。